ということで、こんにちは、皆さんこんばんは。オンライン講座の第1回ということで、今回は、日本とも、非常に縁の深いカン・ネヨンさんに、韓国の社会的経済について、講演していただきたいと思います。もう、自己紹介についてはカン・ネヨンさんの方からしていただいた方がいいと思うので、私からは、これ以上は話すことないと思いますが、カンさんどうぞ。はい、皆さん、はじめまして。カン・ネヨンと申します。はい。議会会議に提出しました。議会は全館で。あ、どうぞどうぞ。あ、はい。私は韓国の地域、まあ、NPO ですかね。韓国の NPO で活動してて、日本で留学して、そして日本のシンクタンク、まあ、韓国で作ったシンクタンクなんですが、日本でも活動してて、それで日韓をつなげたり、まあ、そういうふうな活動をやってきました。で、今日はひろとさんから の招待で韓国の社会的経済について皆さんに報告したいと思います。よろしくお願いします。あ、どうぞ。はい、あ、そのまま、あ、まあ、どうぞどうぞ続けてください。進行していいですかね。はい、はい、今日は韓国の社会的経済について皆さんに紹介したいと思います。まあ、世界、いろんなところの社会的経済とか、まあ、連帯経済とか、まあ、そういうふうな定義は国によっては少しずつ違うと思います。で、韓国の社会的経済について今日紹介したいと思います。で、パワーポイントをちょっとご覧にながら紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。あんまり皆さんの顔が見えないので、なんか一人でなんか喋るような感じで少し恥ずかしいんですが、ね、一人の方が顔を見せていただいたので少し安心しながら、まあ、じゃあとりあえず顔だけはオンにしましょう。はい、じゃ あとスペインでは拍手の代わりにこういうようなことをやったりすることもあるので、うん、だから意見拍手して音声をなんていうか、うん、音声を邪魔しないようにするためには例えばこれとか。あ、了解しました。はい、じゃ あの早速韓国の社会経済について紹介したいと思います。まあ、世界いろんな国のやっぱり社会的経済というのは、まあ、やっぱりそれぞれの国の社会的問題とすごくつながっていると思うんですね。で、韓国ではやっぱり貧困問題とか雇用問題とか福祉問題とか、これを全部合わせて社会的経済がこの問題、社会的な問題をちょっと解決するような、まあ、そういうふうな期待感がすごく高くなっているし、そのために国からも結構いろんな支援とかもあるし、まあ、最初は民間が、まあ、そういう自分たちでそういう問題を解決しようというふうな動きで始まっているんですけども、まあ、これについて少し歩みを見せながら紹介したいと思います。はい、まあ、こういう、まあ、歩みを整理してみたんですけども、まあ、2000年以前ももちろんいろんな社会的問題とかあったんですけど、まあ、特に韓国はもう日本と同じようにすごく圧縮したそういうような経済成長をするんですね。まあ、その中でやっぱりいろんな社会問題が発生することになってるんですけども、特に都市化が進むことによって、そういう農村から経済、まあ、労働力を、まあまあ、農村から持ってきて、まあ、都市にいろんな貧困層が密集するっていう形になるんですね。まあ、そういうことで都市の中で貧困密集地域がたくさん作られていて、まあ、そういうふうな中でそういう貧困層のための、まあ、いろんな社会運動をやっている方がこういう貧困密集地域に入っていって、
そういう人たちの自立とか、まあ、そういう地活を応援する、まあ、そういうような形での運動が1970年、80年代からあったんですね。で、そういうふうな流れの中で、特に韓国で一番きっかけになるのは1998年、7年度の、まあ、アジアの経済危機があったんですね。で、その時に韓国は IMF の管理体制に入るんです。それでまあ、そういうふうな、まあ、危機をちょっと乗り越えて、まあ、日本だったらリーマンショックっていうのリーマンブラザーズ の, 問題が結構、まあ、言えば年越し村とか、まあ、そういうふうな社会問題につながっていたと思うんですが、韓国は、まあ、この前の1997年、8年度に、まあ、そういうふうな結構大きな打撃が見られたんです。で、そういうことで政権が変わって、金正恩政権がちょうどその時に入るんですね。で、金正恩政権が入って市民社会と、まあ、結構いえば左派の政府になっていったので、ちょっと、まあ、市民社会とパイプがあったので、まあ、そういう福祉問題とか社会問題をちょっと解決するためのいろんな取り組みが始まるんですね。で、その時に作られたのが国民基礎生活保障法っていう法律なんです。まあ、言えば日本でも韓国でも日本も生活保護法と同じような韓国でも生活保護法があったんですが、これを市民運動で韓国では国民基礎生活保障法っていう制度に変えるんですね。まあ、これが国が生活を保護するあげる保護してあげるっていう概念じゃなくて、国民の基礎的な生活を国が保障しないといけないという、まあ、基本権みたいになっていったんですね。まあ、それが韓国の国民基礎生活保障法で、まあ、そういうことでそれぞれの地域別に地域地活センターというところが作られていて、この地域地活センターが例えば貧困層とか脆弱階層の自立を支えるというふうなセンターになっていて、そこから貧困層がこのセンターに来て、まあ、言えばいろんな技術を学んだりとか生活をちょっと改善する、まあ、そういうふうな実感を得て、それで自分たちで企業を作っていくと、これを地活企業というんですけども、まあ、社会的経済の組織というのは、まあ、代表的にこの地活企業、そして2007年度には社会的企業育成法ができるんですけども、まあ、これによって表している社会的企業、そして2012年には協同組合基本法ができます。それによって協同組合がたくさんまた出てくるんです。で、この後に町企業というものがあるんですが、これは町企業に接する法律はないんですが、まあ、どちらか言うと日本のコミュニティビジネスと、まあ、似たような感じなんですね。で、これを法律ではなくて、共生安全部が町企業育成事業システムを作っていて、まあ、バックアップするような形でやっています。で、まあ、少し関連法としては、この 都市再生活性化及び支援に関する特別法があるんですが、そこから、まあ、この町企業みたいなそういう住民組織、住民企業を応援するような、そういうふうな名目があったので、まあ、これがちょっと当てはまるところじゃないかと思います。で、これ以外にも日本の農林省、韓国の農林省がやっている農村共同体会社みたいな、まあ、これをやっぱり政策として支援していくということがあります。まあ、そういうふうな2000年から韓国の社会的経済 の, いろんな組織が、まあ、前から、まあ、そういう市民運動とか住民運動で、まあ、こういうふうな共体は組織は あったんですけども、これは本格的になるのはやっぱりそういうふうな行政のいろんなバックアップ、まあ、制度化によって、まあ、もちろんこの制度化というのも市民運動で
勝ち取ったものなんですけども、この制度化によって飛躍的にこの社会的経済組織が増えることになりました。まあ、これが最近の全国の韓国の社会経済の統計というものなんですが、先ほど紹介したような4つのセクション、社会的企業、地下企業、協同組合、マウル企業というのは町企業みたいなものなんですけども、まあ、最近のデータから見ても協同組合法人が結構増えていることが分かります。1万6700ぐらいで、まあ、すぐ最近協同組合基本ができたことに比べても結構な数字になっているということが分かりますね。他のセクションを比べても協同組合が結構あるということを分かります。で、まあ、ソウル市の中でこの社会経済の成果というか、どういう部門セクションにこの社会経済が、まあ、言えば進出しているのかということなんですけども、やっぱり住宅問題、まあ、大都市で一番問題、まあ、東京も同じだと思うんですが、住宅問題が一番大きい問題ではないかと思うんですね。特に最近の若者は自分の家を持つっていうのは、まあ、夢にも、まあ、できないような、まあ、そういうふうな状況になっていると思うんですが、まあ、それを社会住宅っていう、まあ、そういうふうな制度、そこに言えばそういう社会的経済の、まあ、住宅部門のそういう人たちが住宅を作って、行政と組んで住宅を作って提供したりとか、まあ、ちょっと低価で、まあ、そういうふうなことがあったりとか、やっぱり福島原発事故以後に韓国でもこのエネルギー問題についてすごく関心が高くなっていったので、まあ、そういうふうな市民太陽光発電という部門にやっぱり社会経済組織が進出したりとか、まあ、日本ではあんまりないと思うんですが、学校協同組合というものができました。まあ、これは中学とか高校にも学生さんと親、学生の親さんと先生、この3つの主体が一緒になって、まあ、例えば学校協同組合を作っていて、例えば売店とかを運営したりとか、まあ、そういうふうなことが最近韓国で流行っているところなんですね。まあ、これが学校協同組合、学校協同組合法人規約を取って、まあ、学校の中でのいろんな、まあ、大学生協みたいな感じだと思うんですけども、これが中学とか高校でも学生さんたち自分で運営するような形になっています。そして、まあ、フェアトレードもあるし、まあ、そして、共同育児って、やっぱり、子育て問題が韓国でもすごく社会問題になってるんですね。まあ、やっぱり共働きが増えているので、この子育てをどうするかということで、まあ、一緒に共同で育児しようということをまた支援すると。これは制度的にまたバックアップしているということなんですね。まあ、そして、まあ、医療制御、まあ、韓国、まあ、日本でもあると思うんですが、まあ、そして、やっぱり、ケアとか、やっぱり高齢者のケア問題とか、まあ、介護権みたいな、まあ、そういうふうな社会サービスも結構増えています。そして、まあ、特に社会的企業とか、町企業、地下地企業は、脆弱階層を雇用しないといけないということがあるので、やっぱりそういうふうな脆弱階層の雇用が、一般の企業とは比べて、まあ、40% になっているように見えるように、やっぱり今まであんまり雇用の対象にならなかった脆弱階層が結構雇用されているということだと思います。まあ、まあ、そういうことでやっぱりいろんな社会的経済組織がやっぱり社会的価値を達成する、まあ、そういうふうなことが、まあ、言えば自分のそれぞれの組織の、まあ、ミッションというか使命になっているし、まあ、そういうことで今韓国では社会的価値法という法律をまた準備しているんですね。だからこの社会的価値法が通過することによって、一般企業もやっぱり社会的な価値を実現するような、そういうふうな活動をしないといけないような状況になるんじゃないかと思います。で、それぞれ簡単に紹介したいと思うんですが、先ほど紹介したように地下地企業というのは、
国民基礎生活保障法の対象になっています、根拠としては。で、やっぱり雇用と貧困、福祉という3つの社会問題を一気に解決しようというふうにしているのが、この地下通企業のミッションです。で、この背景というのは、さっき最初は説明したように、1990年代、貧困密集地域で、そういう貧困層、当事者たちが生産共同体運動をしたりとか、労働者協同組合運動をした、そういうふうな経緯があるんです。うん、で、私もそこに参加してて、まあ、いろんな、そういう生産共同体を作ったりしてたんですけども、で、これを、こういうふうな点と継承して、自ら自分の仕事を、作ったり、それで自活する、そういうふうな、まあ、言えば自分が自分を助けるような持続企業を、地下通企業だというふうに言えるんですね。なのでほとんどの地下通企業はやっぱり社会的、共同組合方式で共同組合法人を取って地下通企業を作ることが多いんです。で、ほとんどが貧困層ですね。貧困層が自分で自ら自活するためにやっているので、もちろん制度的に国がこれを全部バックアップしているんですね。だから3年間生活費を全部出してくれるんですね。で、その間技術を磨いたりとか、自分がやりたいこと、例えば清掃部門とか、いろんな部門、ケアとかそういうふうな部門で技術を磨いて、それで自分たちでチームを作って独立するんですね。で、その間得た収益というのは全部貯金していって、そういう独立するときに全部提供してもらって、それで創立基金になるんです。そういうふうなことが国が全部バックアップしてくれる、そういうような仕組みになっています。で、これに比べて社会的企業っていうものはやっぱり失業問題と福祉、国の福祉の問題を解決しようということで社会的企業が生み出せました。で、これに関してちょっと政権別にどういうふうな過程があったのかを整理してみたんですけども、先ほど説明したように1990年の初め頃までは脱貧困運動として都市貧民運動があったんですね。これの継承として地下通企業や社会的企業があります。で、1993年度に金日成政権が入って、こういう脱貧困運動のモデルとして失業克服運動があって、それで自活センターというものが作られました。それで、そういうふうな経緯があって、制度的になるのは、先ほど言ったように、金大中政権がそういうアジアの経済危機を克服する中で、そういう問題をどう解決するかということで、国民基礎生活保障法を作ることによって、自活企業、いや社会的企業が誕生することになっているんですね。で、農民政権が入ってから、この社会的企業を育成しようということで、社会的企業育成法が農民政権の末期に作られます。で、この概念は言えば労働と福祉を一緒にする、労働で福祉をするということで、ワークフェア福祉サービスを、作るということが目的としてできました。で、ただ社会的企業というのは法人客じゃなくて認証制なんですね。だから法人は、言えば、株式会社でも、協同組合でも何でもいいんですよ。いろんな法人でも大丈夫ですね。だから社会的企業というのは法人じゃなくて認証なんですね。社会企業として認証してあげるんですね。でも一般企業とか協同組合とか何でも法人客はいいんですが、一
定のやっぱり基準を満たさないと社会企業としてならないんですね。で、それで社会的企業については、まあ、こういう社会的企業育成法に定義がされてるんですけども、主にはこの脆弱階層を雇用したり社会サービスを提供したり地域社会に貢献するということを目的にしてしないといけないということなんです。これを具体的に見るとこういう感じなんですね。社会企業の類型なんですが、社会企業として認証されるためには仕事提供型というのは、まあ、言えば脆弱階層が 50% 以上を雇用するということを条件にしています。そうすると脆弱階層 50% 以上を雇用すると社会企業として認証されます。これは仕事提供型として社会的企業として認証されるんですね。でこの社会的企業になるとどういうメリットがあるのかというと、代表以外 の, 職員について3年間言えば最低賃金を保障するんですね。だからそういうふうな優遇措置があります。そしてこれ以外にも例えばそういう商品の開発とかコンサルとかこの企業を運営するのに必要なこの部分についても国が専門家を派遣したりとかそういう開発費を出してくれたりとかそういうものがあるので、社会的企業に認証されることによって結構な優遇措置があるんですね。ただ社会的企業の企業認証されるためには脆弱階層 50% 以上雇用しないといけないし、社会サービス提供型というのは 50% 以上脆弱階層に社会サービスを提供しないといけない。で混合型というのは脆弱階層を 30% 以上雇用してプラスそういう脆弱階層に社会サービスを 30% を提供する、これを合わせて社会企業として認証される。そして地域社会に貢献することを目的にしてやっているのが地域社会貢献型というものがあるんですが、やっぱりそういう条件を達成するためには一般の企業よりはやっぱり何ですかね、このそういう生産力というのはやっぱり落ちることが当然ことなんですね。なのでまあいろんなだからそういうメリットはあるんですが、代わりに社会的なミッションとか社会価値を実現しないといけないので、その部分はやっぱり弱点としてなっているんです。なので社会企業を運営するっていうのが簡単な部分ではないと思いますね。で社会的企業の研究なんですが、先ほど仕事提供型とか社会サービス型とか地域社会貢献型ということを説明したんですが、やっぱり一番多いのは仕事提供型が一番多いんですね。圧倒的に多いです。でサービスの分野別なんですけども、やっぱ文化芸術系が一番多いんです。で以外に清掃とか環境とか、まあ、教育分野とか社会福祉分野、それぞれやっぱり社会サービス、言えば何ですかね、一次二次産業よりは三次産業の方が多いという、サービス系が多いということが分かりますね。成長業はやっぱり少ないんですよ。でこのように社会経済によってこの社会統合するということが、まあ、社会経済の、まあ、一番の狙いのことなんですけども、今韓国ではこの社会的経済基本法をまた制定するという動きがあるんですが、まあ、実は結構長くなっているんです。でもなかなか国会を取ってないので、まだ社会経済基本法ができてないんですが、で最近今話しているのは社会経済基本法も基本なんだけど、社会的価値法というところにまた制度化するということが結構
体験の市民社会が力を入れている部分なんです。で、で韓国の特徴というのはやっぱりあの民主化運動にも成功しているようにあのという市民運動で制度化するというのが一番あの、なんですかね、まあ、韓国の特徴というか、あ、市民社会がいろんな制度化をしてこの制度化した力であの拡大する、全国に一気に、まあ、この社会経済組織をあの拡大するというのがあの韓国の、まあ、大きな特徴ではないかと思います。で、このような社会企業とか地下地企業とか町企業とか組合とか、まあ、そういうふうな組織があの全てであの社会問題を解決していくようなあの感じになっているんですけども、まあ、もちろんいろんな課題もあるんです。で、あの、どこ、はい、ちょっと少し静かにしました、ね。はい、ちょっと、多分つとみ先生 の方でなんか多分大学の研究室からアクセスされてたみたいなんでちょっと、音を消したところです。あ、すいません、あ、ちょっと集中ができなくて今の状況なんですけども、やっぱり先ほど説明したように、まあ、強制主導の振興政策と急速な成長というやっぱり課題があるんです。だから一気に量的には結構増えていったんですね。まあ、やっぱり市民社会が努力してもちろんあの制度化はしたんですが、まあ、制度化することによって逆に首都圏はあの市民社会じゃなくて行政の方に移すわけなんですね。まあ、これが制度化のまあ弱点というか部分だと思うんですが、なので協同組合とか社会企業が結構量的には増えていったんです。さっき、まあデータにも見せているように。でもあのそういうやっぱあの行政からの言えばバックアップで結構財政的な支援も結構あるんですね。人件費とか、まあ、企業資金とかたくさんもらってやってるんですけども、逆にそれが体質が弱くなっていて、そういうふうな補助金がなくなっちゃうとほとんどの企業が潰れてるとか、やっぱり長くやっぱり維持するというのはなかなか難しいという部分もあります。もちろんあのでもあの代わりにいろんな試しというか実験ができるということはメリットではないかというふうに思っていますね。で、まあ、これによってやっぱりあのそういうやっぱり社会的経済について、まあ、いろんなあの制度的なバックアップがあったので、まあ、この代わりにやっぱり稼働にやっぱり期待するという部分が結構ありますね。やっぱり貧困問題とか雇用問題を社会経済が全て組織が全部全て解決してくれるんじゃないかというような期待感がやっぱりある、まあ、そういう意味であの、すごく重くなっているということが事実なんですね。でもあの今あの雇用なしの成長っていう一般企業、まあ、ほとんどの資本主義の問題である雇用なしの成長という部分を比べたら、やっぱり社会的経済がたくさんの人を雇用したり、で社会問題にこの雇用した人たちが社会問題に解決にあの働いているという部分は何ですかね、重要なポイントではないかというふうにあります。で、そして、この社会経済というのはもちろん短い歴史と未成熟という課題を持っているんですね。やっぱり形式的になっているソーシャルミッションがやっぱりあるんです。だから、まあ、
本当に自分のソーシャルミッションとして考えてやっている、もちろんあの社会的、まあ、経済組織もあるんですけども、まあ、そういう行政 の, あのバックアップとか行政 の, あのそういう補助金とかを狙って劇的なソーシャルミッションを持って、まあ、入ってくる、まあ、そういうふうなやっぱり組織というか人々もいるのが当然です。で、やっぱり制度っていうのはやっぱりある程度成果を出さないといけないし、名目もやっぱり同じくできないのでずっと変わっていくんですね。それで、まあ、革新型とか青年型とか文化型とか、まあ、そういうふうな先進的なモデルを作るっていうことに結構力を入れてるんですけども、で、社会経済組織、先ほど説明したように、まあ、韓国で大きく4つのセクションとして社会的企業、不動組合、地下地企業、町企業を言ってるんですが、この4つのセクションが実際に共同するっていうのはなかなか難しいんです。なぜかというと、それぞれ行政 の, そういう言えばバックアップする制度が全部それぞれの管轄部署が違うので、この補助金でやっぱり活動している組織ですので、なかなか経費的にはネットワークしないといけないとか、まあ、そういうふうに言ってるんですが、なかなか難しい状況ではあるというふうに思っています。で、またこの社会企業とか協同組合とかを活性化するためにそれぞれの支援組織があるんですね。この支援組織それぞれがまた言えばあんまり協力するっていうのがなかなか難しい。まあそのために統合したところも結構あるんですよ。中間支援組織が例えば社会的企業を支援したりとか、町企業を支援したりとか、協同組合を支援するということを統合的に社会的経済支援センターというところでやってるんですが、まあ、社会経済支援センターの中でそれぞれの担当部署がまた、まあ、何ですかね、壁みたいになっていてあんまり協力しないとか、まあ、そういうふうなやっぱり制度の壁が結構大きいということもやっぱり互いネットワークするのが難しい状況になっているという一つの課題なんですね。これをだからと共同していくのかということがこれからの課題なんですが、まあ、ただいくつかの地域でそういう問題を解決するというか言えばそういう問題を解決していくような先進事例が見えてくるんですね。例えばソウル市のクァンジングという地域があるんですが、このクァンジン社会的経済ネットワークの場合は、まあ、言えばクラスター化することによって言えばそれぞれ の, 強みというものを持っている、まあ、協同組合とか社会的企業とかが一緒になっていて、例えば先ほど説明したように社会住宅っていう、まあ、言えば住宅問題というセクションがあるんですね。でこの住宅問題について例えばある協同組合はこの住宅の運営についてすごく強みを持っている。で、ある社会企業はこの社会住宅の建設に強みを持っている。で、そういうセクションがお互い提携することによって建設だけじゃなくてこれを言えば政策階層に提供して、これが運営できるようにうまく運営できるようなもう仕組みを取ったりとか、例えば、まあ、高齢者 の, 介護問題についても、高齢者の介護問題についても例えばヘルパーを派遣して家で家事をしたりとかケアをしたりすることで終わるんじゃなくて、例えば流動食みたいな、まあ、栄養食が必要な方とか、まあ、そういう言えば生活全般に関わらないといけないんですね。でもこの生活全般に一つの組織が関わるっていうのはなかなか難しいんですね。なのでそれぞれ強みを持っている、例えば食関連の協同組合と
このケアをやっている社会企業とか、そして移送サービスをやっている企業とかが一緒になっていって、地域全体でこの社会的あの経済組織が実際のネットワークを通って、まあ、地域のセーフネットをあの支えていく、まあ、そういうふうなあのそういう仕組みをあのクラスター、これをクラスター化っていうふうな言い方で今クァンジングがやってるんですね。そしてまたあの教育、やっぱり、安定的なあの活動をするためには自分の事務所とかを安定的に持たないといけない部分があるんですね。でもやっぱり家賃が高くて、やっぱり自分のあのなんですかね、ビルとかじゃないと安定的なあのそういう活動はなかなか難しいんです。で特に韓国ソウル市の不動産っていうのはすごく上がっているものですので、この安定的なあの空間をどう確保するかということで、自分たちでお金を出し合って、例えば1年分の、 あの家賃を全部出し合って、それで一緒になっていて、このお金をあの、ね、種にしてあの銀行から融資をしてもらってビルを買います。でこの自分たちのビルになっているので、この自分たちのビルであの言えば事務所を設けたりとか、互い、まあ、言えば協力できるようなあのそういうふうなシステムを作ったりということを、まあ、共有財産あの運動というんですが、この共有財産運動をしたりとか、まあ、そういうふうにして、 ある程度あの国 の、 あのそういうバックアップなくても自立していく、独立してあのそういう社会経済組織があの自分の地域であの安定的に活動できるような仕組みを取ったりとか、まあ、そういうふうなことを通して、まあ、一つ一つはすごく弱い存在なんですけども、まあ、そういう互いあの協力し支えることによって強いあの組織になっていると、ことなんですね。まあ、そういうクァンジングが実はあの自分これからの自分たちのモデルとしてあの考えているのが、スペインのモンドラゴンを自分たちのモデルにしてあのやっているところです。で、もう一つの課題としてはやっぱり高い市場の壁なんですね。あの、といえばあの今韓国では行政が優先的にあのやっぱ社会的経済の物品とかを優先的に購入してくれるんですよ。でもさっき説明したように社会経済組織のほとんどがサービス業が中心なんですね。でもやっぱり公共の調達というのはほとんどが物品なんですね。なのでこれがあの噛み合わない部分なんです。なのでこの部分、公共調達という部分がサービスじゃなくて物品が多いので、このギャップをどう埋めるのかという部分についてのあの問題を解決しないといけないんじゃないかというふうに思っています。そして逆に小規模のサービス業は逆にあの参入するのにあのすごくあの基準が高いので、公共部門に入るのはなかなか難しいというふうな課題がありますね。これをどう解決するかということがあのこれからの課題ではないかというふうに思っています。でそのためにあの社会経済組織がやってるのがこの地域化戦略を出してるんですね。やっぱりあのそれぞれの自分の地域であのそういうどう浸透して、あのそういうコミュニティレベルであのこういう社会的経済組織があの地域をどう支えていくか、地域を作っていくのかっていうことをあのうまくこれからまあ、これが言えば地域再生とかにつながっていて、社会的あの経済組織がこれからやっていかないといけない部分というか、あの社会経済組織はやっぱりあのこの一般市場に参加するよりは、まあ、コミュニティレベルで の、 あのそういう言えばあの隙間というか、この部分を埋めていくような形で成長していかないといけないんじゃないかというふうに思っています。
そういうのが、まあ、地域戦略というふうに言っている部分なんですね。なので韓国の今社会経済組織はこの地域化戦略を立ててやっているというのが今の状況であります。で、そのためには制度と政策も少し変えないといけないということなんですが、なので、まあ、強制主導の支援政策からやっぱり最近は民間共同というガバナンス型に転換しているんですね。そしてそれ今まではそれぞれの組織企業にちょっと支援をしているしてあげるっていうのがほとんどだったんですけども、それじゃなくてやっぱインフラの整備とか、まあ、そういう社会経済のそれぞれの組織が活動できるような環境をどう作るのかという部分に支援の方向性というか支援の内容がちょっと変わっていくということがあります。で、もちろんそのためにはやっぱり国だけじゃなくてやっぱり基礎自治体とも関係もやっぱり作らないといけないと思うんですね。そして地域コミュニティの中での市民社会とどう連帯するのかということもすごく重要な問題になっているというふうに思っています。でそのためにいくつか社会的経済の課題をチャンオンボンさんが整理した部分があるので、まあ、これをこちらにちょっと書いてみました。まあ、そういうことをやっぱりやらないといけないんじゃないかということなんですね。で、最後になるんですけども、認証制度の見解をどう克服するかということなんですけども、今までの目的というのは脆弱階層の仕事をどう作るのかということが、まあ、すごく短期的に量的な成長としては重要な戦略だったんですけども、これはやっぱり長期性とかを見ると単なる脆弱階層の仕事を作るっていうことで終わるんじゃなくて、市民たちが主導してやっぱり社会的な革新というか、まあ、地域の、まあ、そういう問題を一緒に解決するっていう形で、その中で、まあ、自然的に雇用が生まれるような、まあ、そういうふうなところにちょっとシフトしていかないといけないんじゃないかというふうに思っています。そして支援の戦略なんですけども、まあ、先ほど言ったように一つ一つの企業の人件費を支援するというのが今まで の、 支援策として一番重要な部分だったんですけども、まあ、それだけじゃなくてやっぱりどう環境を作るのか、だから一つ一つの企業に支援するということで、そうすると逆に一つ一つの企業が自分だけが生き残るために自分たちで競争するということが多かったんですね。そうじゃなくて互い協力できるようなそういうふうな市場をどう作るのかっていう、環境をどう作るのかっていう部分にやっぱり注目することになっているので、まあ、そういうふうなところをどうもっと支援していくのか作っていくのかっていう部分になっているというふうに思っています。まあ、これが3番目にも書いているように個別的な社会経済組織間の競争っていうところから、まあ、社会経済クラスター、先ほど説明したようにそれぞれの国の課題というか政策があると思うんですね。まあ、これをそういう社会経済組織がそれぞれが自分たちが持っている強みを合わせてこの課題を解決していくような対応するっていう形を受け皿としてやっていかないといけないと思うんです。例えば今私がちょっと江南区とかちょっといくつかの自治体にちょっと関わっている部分があるんですけども、今のムン・ジェイン政権が包容福祉という福祉政策を持っています。で包容福祉というのは国民、誰でもちょっと何ですかね、落ちないようにみんなが幸せな生活ができるように作るというのが包容福祉なんですけども、この包容福祉を実現するために文在寅政権が今年から投入したのがコミュニティケア政策です。日本でももちろんあるんですけども、
まあ、言ってるようにあのコミュニティレベルでどうあのセーフネットを作るのかっていうことがこのコミュニティケアの重要なポイントなんですけども、そのためには日常的に互い支える、まあ、そういう関係を作るっていうこともすごく重要な部分なんですけども、これは日常的なあのサービスを提供する形でやっぱり社会的経済が社会経済組織がやらないといけない部分が結構あると思うんですね。なので、まあ、そういう部分を担い手として、まあ、地域で社会的、経済組織が担い手として活躍できるような場が結構開いているというふうに思っています。でそのために一つ一つの組織は対応するのはなかなか難しいんですけども、先ほど説、まあ、例として挙げたような勧進部の例と同じように、まあ地域のそれぞれの脆弱階層の生活面をさせるような仕組みとしてクラスターができるんじゃないかというふうにそういうふうな実験を今やっているんですね。それが社会経済クラスターの例になると思うんです。で、やっぱり推進体系なんですけども、やっぱり公共が主導するという形から、まあ、社会的経済民間ガバナンスがやっぱりそういう活躍できるようなその場を作るということがすごく重要なポイントではないかというふうに思っています。そうですね、一旦、まあ、これで韓国の社会経済の概要をざくっとちょっと表してみました。質問がありましたら質問を通して少し補足していきたいなと思います。ご清聴ありがとうございました。ということで、菅根洋さん、講演ありがとうございます。この間にですね、お二人ですね、オンラインに、ちょっと、ログインされてますので、お手数ですが、菅根洋さん側が、どなたか、知りたいと思うので、お手数ですが、神田すみれさんと、あと、つとみ先生、自己紹介を簡単にお願いできますでしょうか。ちょっと、待ってくださいということなので、とりあえずその間に、黒田さんの方がなんかすごく質問があってですね、僕もそのチャットウィンドウで、いくつか答えてはいたんですけれども、まず今、来たばかりの質問、コミュニティ の規模としてどのぐらいの大きさかということ、市町村単位ぐらいなのかということで。そうですね、もちろん日本と韓国の規模は少し違うと思うんですが、韓国も基礎自治体レベルとして考えてるんですけども、ただ韓国は市町村じゃなくて市郡区になるんですね。でこの市郡区の下にまたさらに、トンとかウとかミョンっていうレベル のそういうまた、強制組織があるんです。大体、まあ、言えば市郡区で市町村で考えてもいいと思うんですね。日本の市町村レベルで考えてもいいかというふうに思っています。で韓国は市郡区の下にまたトンっていうものがあるんですけども、大都市の場合は一つのトンがだいたい1万から2万名ぐらいいます。まあ、ただウプとかミョンとかになると、まあ1000人以下とか、まあ、そういうレベルではないかと思うんですけども、なので市町村レベルで考えても、まあ、大きな自治体の例えばソウルは1000万人ぐらい人が住んでますから、
だからソウルの場合は、だから例えばその、ドンがだから日本でいうところの例えば町内会レベル、例えば小学校とか中学校の校区ぐらい、そうですね、になると思うので、そういうレベルで、だからとかあとはあの日本だったら自治会があるじゃないですか、あの自治会でが機能してるレベルぐらいがそのコミュニティの単位になるということですね。自治会レベルです。韓国でも党別に自治会、自治委員会が作られているので、この自治委員会をこれから中心、自治会を中心に、まあ、このコミュニティケアを進めたりとか、あの、行政福祉もあの、なんですかね、民間と組んで、あの、手前福祉というふうに言ってるんですけども、本当に訪れてあの何か不便さがないかとか、いろんなことを支えるっていうふうな仕組みをとっています。マイクの準備の方はよろしいでしょうか。はい、すいません、お待たせしました。関連です、はい、よろしくお願いします。聞こえますか？はい。あ、聞こえます、どうぞ。はい。神田さん、どうぞ自己紹介。はい、はい、愛知県に住んでます、ね、神田と申します。大学の非常勤だったり、労働局で外国人の雇用のアドバイスを企業向けにしたりしていますが、長年この東海地域で外国人の生活支援等をしてきている関係で、そのマイノリティとか移民の協同組合とか社会的企業に関心があって、まあ、韓国にはそういう取り組みが結構あるということを聞いていたので、今日ちょっと楽しみにしていました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、あと勤先生、自己紹介をお願いできますか。ちょっと外なんで手短にしますけど、あ、喫茶店にいるんで、あの静岡県立大学の教員の勤です。あの、ひろたさんにも菅さんにもいろいろ教わりながら、なりながら社会的経済の勉強をしております。よろしくお願いします。でちょっと、はい、でここで、神田さんの質問に戻りますが、あの移民関係で、だから韓国だからにもいろんな外国人が住んでると思いますけど、そういう外国人が関わった社会的経済関係の事例はどのような感じかということですけれども、そうですね、あのもちろん韓国でも難民問題とか、あの特にあの結婚移住女性の問題も結構あるので、でもあの韓国ではこの多文化共生が結構制度的には進んでいるんです。で、あの、難民問題についてはそんなにあの先進的じゃないと思うんですが、あのこの労働移民とか、あのそういう特に結婚移住女性に関しての政策はあの結構あの日本と比べても、まあ、優れているあの制度ではないかと思うんですけども、で、あのこういうあの移住女性とかたちがやっぱり同じ、先ほどあの社会的企業とかになるためには脆弱階層を 50% 以上雇用しないといけない話もしたんですが、この脆弱階層に移住女性も入るんですね。なので移住女性たちがもしこの、 あの社会的企業を作ったりとか、まあ、地域企業を作って申請するとやっぱり補助金をもらえます。で、やっぱり地域であのいろんなあの課題を解決する形であの作ってるものがあるんですが、例えばあの無事家というあの社会的企業があります。これは移住女性たちが作っているあの社会的企業なんですけど、日本語で無事家というのは二次なんですね。で、あの言えばいろんな方が集まっているので多分二次っていう会社名をしたと思うんですが、あの何をするかというと、あのそれぞれの自分の国 の、 あの食べ物とかをあのこういうそういう食べ物が作られるので、この料理、まあ、言えばあの
出張の料理とか、そういうイベントとかで、そういう、出店したりとか、そういう、料理を作って販売したりとか、まあ、そういうふうな、ことをやっている社会的企業なんですね。まあ、そういうふうな、事例はいっぱいあります。そうですね。移民というセクションから見たら、やっぱり結婚、移住女性の社会的企業とか、まあ、地球が多いかなと思いますね。特に農村地域に結構韓国のこの移住女性が結構進出しているので、例えば農村、まあ、韓国ではすごく隠れ家社会なんですね。なので農村地域で例えば営業教師を探すのはなかなか難しいんですが、例えばフィリピンとかそういう英語圏から来た結婚移住女性が言えば英語先生になったりとか、まあ、それをまあ、そういう放課後保育と支援をしたりとか、まあ、そういうふうな事例も結構あります。よろしいですかね。はい、ありがとうございます。ケータリングですよね。そうですね。ね。です。ケータリングサービスがあるというのは、ちょっと今日初めて伺ったので面白いなと思ったんですけれども、以前お伺いしたことがあるのが、通訳派遣だとか翻訳サービスだったりだとか、あと母語教育とか言語教育をしている社会的企業、うんうん、その移民の人たちがやってるっていうのが、を聞いたことがあるんですけど、他に何かありますか、ケータリング以外で。まあ、食堂もありますし、まあ、そういうアジア系の食堂をやったりとか、まあ、ケータリングだけじゃなくて、まあ、そういうふうなところもあるし、特に韓国の今の農村社会は、この結婚移住女性がないと、多分結婚できない、そういう、まあ、言えば、そういう、なんですかね、結婚移住女性と結婚した、そういう子どもの問題も結構あるんですね。やっぱり差別問題とかいろいろあるので、そういう問題もやっぱり解決するための、そういう、何ですか、相談とか、そういう支える、そういうふうな、まあ、言えば当事者組織だと思うんですが、まあ、そういうふうな組織も作られています。はい、ありがとうございます。はい。他の方、とりあえず何か、質問とかありますか？質問があったら、マイクをとりあえず今、オンにしてからお願いできればと思うんですけれども。あ、工藤さん、何か質問ありますか？なんかちょっとちょっと外れてるかもしれないんですけど、韓国の社会的経済とか社会的連帯経済に関わってる人たちにとっては、例えばさっきの例えばもっといろんな種類の社会的経済関係の組織がつながるとか、そういう時にどこを一番こう、なんていうんですか、例にしてるというか、こう参考にしてるんですか？特にどっか、ここの地域とかここの国のこういうところに関心があるとか、そういうのは。共同組合運動としてはやっぱりモンドラゴンを参考にした経緯があります。韓国でモンドラゴンから学ぶっていう本が紹介されたりとかして、結構共同組合運動がブームになったことがあるんですね。なので、海外の参考っていうんだったら、やっぱり韓国ではモンドラゴンが一番有名かなというふうに思っています。そして町企業とか、そういうそちらの系はやっぱりやっぱ日本のコミュニティビジネスを参考にして、町企業は誕生したんですね。そしてやっぱり制度を作るのには、やっぱり日本の制度をやっぱりたくさん参考にしているのは事実です。例えば日本、まあ、韓国で
長期養老保険っていうのは日本の、 あの介護保険を参考にしたりとか、はい、逆になんか日本は今一生懸命共同国内法を作ろうとしているのになか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 通らないんですけど、むしろ韓国の方が夢は進んでると思うんですけど、多分あのそういうなんですか、経験の差があるんじゃないかと思うんですね。韓国はやっぱり市民運動の力で政権を変えた、あのそういうふうな勝ち取ったっていうあの経験があるんですね。民主化運動で成功したっていう、うん、なのであの市民たちが、まあ、最近のことで言ってもろうそく革命というかろうそく国会でやっぱり政権が変わってるんですよね。それで文人政権があの誕生したりとか、やっぱり市民たちが集まって何かやるとあの国も変えるんだというふうな、やっぱ自信感というか、そういうような経験があるので、結構あの何か必要であると思ったら集まって制度化をするっていう、やっぱり市民運動団体も、まあ、それぞれの地域で何かするっていうのはあの少し弱いんですよ。 その部分はやっぱり日本の方が強いんじゃないかと思うんですが、これを中央で一緒に集まって、あのそういうふうなあの何ですかね、制度法律を作ったりする制度化にはやっぱり韓国の市民運動はすごく強い意味を持っているんじゃないかというふうに思っています。うん、逆に日本がなかなかそれができないのはやっぱり市民が自分たちで動かした成功体験がなさすぎるっていうことですかね。やっぱりそういうふうな、やっぱり勝ち取った経験があればもっと自信感を持ってやるんじゃないかと思います。なので成功事例、市民運動で何か成功する事例を作る、そういう経験をするっていうことはやっぱり必要じゃないかと思います。他の、黒田さんのなんか、多分黒田さんについてはすごく質問が多いので、後でなんかゆっくりなんか質問の一覧表を作って、お願いした方がいいかと思いますが、とりあえず、今出てるのが、はい、社会住宅の住人はその組合員ですか。まず社会住宅はあのソウル市があのやっている政策なんですけども、言えば青年とか、言えばあの貧困層というか、まあ、そういうふうな、まあ、言えば制度の隙間にある人たち、貧困さんとか若者とか、そういう人たちはなかなか自分の家をあの確保するっていうのは難しい、なかなかあの難しいんじゃないですかね。まあ、なのであの行政があの自分が持っているあの土地とかを提供して、で社会的経済の組織、例えば、まあ、そういうあの土木とか建設、まあ、やっている、まあ、そういうふうなあの社会的経済組織が手を挙げて、まあ、この土地で自分たちがこれを作っていて、まあ、周りの価格より例えば 8割くらいとか7割の、まあ、そういう値段で、まあ、家賃で、まあ、提供しますよという、まあ、ことで、あのそういう、まあ、もちろん対象が、まあ、決まってるんですよね。例えば、まあ、若者とか新婚とか、まあ、そういうふうに決まっている対象に対して、まあ、そういう住宅を作って提供するということで、この社会問課題を解決しているということが社会住宅なんですね。でただあのそれぞれ個人的な家を提供するだけじゃなくて、やっぱりコミュニティをどう作るのかっていう部分も結構力を入れて、計画の中では、まあ、それも必要なんですね。社会住宅を作って提供する時に、じゃあこの入居者たちのコミュニティをどう作るのかっていう部分も結構力を入れないといけないっていう部分もあります。はい。それはあの要するに日本のいわゆる公団とは別に、あくまでもその社会的企業にこれを託すっていう。
もちろん大規模の場合は、まあ、韓国でもソウルハウジングって SH 校舎があるんですね、ソウシロ。そちらの方がやってるんですけども、まあ、一個一個とか、まあ、小規模の場合は、まあ、そういう社会的経済組織にも、まあ、SH 校舎が持っている、いえば土地を提供したりとか、SH 校舎が古いボロボロの住宅を購入して、これを社会経済組織に提供して、社会経済組織は SH 校舎と契約を結んで、安く提供してもらって、それを、まあ、内装とかをちょっとリモデリングしたりして、まあ、言えばシェアハウスみたいに作って提供したりとか、まあ、そういうふうな形でやっています。なんかもしかしたらナスカちゃんも聞いてたことに入ってたかもしれないんですけど、組合としてもう頭からこう住む人たちが住人がそういう今おっしゃったシェアハウスみたいなのを作って運営してるみたいなのもあるんですか？ね、自分たちで、まあ、こういう出資して、まあ、それでそういうシェアハウスを作りますよと、まあ、そういうふうに提案してソウル市から例えば税金の優遇措置をもらったりとか融資をたくさん、まあ、もらったりとか、まあ、そういうふうな稽古も、まあ、そういうふうなセクションもあります。もちろんそれもできますね。で、まあ住宅協同組合については、今ちょっとそれこそ僕が作ってるドキュメンタリー、バルセロナについてのドキュメンタリーでも取り上げる予定ですので、なんとか今週中に完成できたらと思ってるんですが、もうこれは本当に、ちょっと今、ほとんどドキュメンタリーはできてるんですが、写真を待ってるんですね。取材先からで、その写真が届かないと最終版を作れないというのでちょっと待ってるんですけれども、まあ、協同組合が住宅分野にどう取り組むかっていうのについては、まあ、今後ちょっと世界のいろんな事例とかを、はいはい、まとめてみると面白いかもしれません。で、あともう一つは黒田さんの質問として、その協同組合の分野ですね、まず農業、はい、IT、はいはい、あるいはその他テクノロジー分野で協同組合がないかっていうことなんですけれども、ね、言えば韓国では協同組合基本法ができて、まあ、日本は言えば農協とかそういうそれぞれの分野別の協同組合法があるんですね。でこれに比べて韓国では協同組合基本法ができました。まあ、以前は日本と同じように農協とか、まあ、政協とかそういうそれぞれの決まったセクションに対しての協同組合法しかなかったんですが、まあ、これの協同組合基本法ができることによって5名以上集まればどんな分野でも協同組合が作れます。なので IT 分野でももちろん協同組合があるし、いろんな事業者たちが集まって協同組合を作ったりとか、5人以上集まれば誰でも協同組合が作れるということになっています。で、まあ、なんかそのあたりで、なんかそういう協同組合、だから農業と、まあ、農業については伝統的な農協、日本でいうところの JA に相当するものがあるとは思うんですが、そうではなくて、例えば、だから多分彼女の質問としては、うん、例えば有機農業の協同組合とか。もちろん、もちろんありますよ。例えば、青年農場みたいに、まあ、そういうふうな、だから言ったように、セクションはいろんな分野で進出しています。だからどんな分野でも大丈夫です。5人以上集まって自分たち組織を作って協同組合法人を申請すれば社会的ミッションを達成しなくても問題ないんですよ。だから5人以上集まって自分たちがこういうふうな協同組合を作りますよと言ったらもちろん OK です。なので IT 分野でも農業分野でもどんな分野でも今結構なので、さっきデータでも見せているように協同組合が一番法人一番なんですかね、韓国 の, 4つのセクションの中でも一番増えている分野ですね。このように
協同組合がもう1万7千くらいになっているんです。他の組織と比べても結構な数字になっていると思うんですけども、それで協同組合は韓国では結構増えているということです。はい、あのさっきその協同組合の話なんですけど、さっき自活企業もほとんど協同組合形式、自活企業もさっきで言ったように自活企業自体が法人ではないんですね。例えばこの社会的企業も自活企業も小売企業もすべて法人客じゃないんですよ。いえばどんなミッション、どんな形でミッションを達成しているかによって、例えば自活企業というのはさっき言ったように自活センターで技術を磨いて自分たちでチームを作って独立すると自活企業になります。で、自活企業はほとんど協同組合法人客を取って自活企業として独立するんだという意味ですね。じゃあこの2つのデータは一部かぶってるってことなんですか？もちろんもちろん3つかぶっているところもあるんです。自活企業でありながら社会的企業として認証をもらって法人客は協同組合を持っているというところももちろんあります、で自活企業がで、だから自分が活用することによってこの4つ全部一つになっている組織ももちろんありますね。だからこの4つのセクションの中で法人客は協同組合しかないんです。協同組合法人で、さっき協同組合は言えば協同組合法人はやっぱり営利なんですよ。でもし社会的価値を達成するために非営利セクションの協同組合は別にこの協同組合法人じゃなくて社会的協同組合法人が別にあります。社会的協同組合法人になっている代表的なのが、まあ、医療セクションなんですね。韓国で医療セクションは医療社会的協同組合法人客をほとんど取っています。ちょっと今スペインの数字を見てたところ、だいたいスペインと韓国って人口がほとんど同じなんですが、スペインが4700万人、韓国が5000万人ちょっとなので、スペインの協同組合の数が、去年の第2四半期現在で27247ということで、スペインの場合は長いそれなりの長い歴史があることを考えると、韓国でその協同組合基本法ができて、まだ10年経ってないレベルでそれだけ協同組合がの数ができたっていうのはやっぱり、特筆すべきことかなと思います、協同組合基本がこの2012年できましたね、この表に見えるんですけども、この2012年でまだ10年も経ってないのに1万7千ぐらいになっているっていうのはすごいことじゃないかと思います、ね、で、小和田さん、ちょっと、今、オンラインに入ったようですが、もしよろしければ、自己紹介していただけますか？はい、聞こえます？はい、聞こえます、はい、はい、ちょっと映像が映ってないと思うんですけれども、沼津にいる小和田といいます。チョミ先生の方から12月の時にはパンさんにちょっと社会的連帯経済のことでお世話になっているんです。12月の2日に勉強会をして、で今日勉強会にがあるということでちょっと興味があったので参加させていただいてます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、小和田さんまたは松田さん、まだちょっと質問とかがないみたいですけど、もしよければ、質問ありますか？特に松田さん。ちょっと松田さんについてはマイクをオンにします。あら、なんか。他に、じゃあ、特にないみたいです。どなたか他に質問とかありますか？この夏香ちゃんの最後の質問を聞いていただけますか？ガバナンスを民間が手に入れるために具体的な過程を想像されて、イメージされたりしていますかっていうことなんですけど。はい。すいません。ガバナンスを民間が手、ですから、彼女の質問としては、
多分韓国って言うとやっぱりその行政が主導、行政主導型 の、 の社会的、うん、で社会的経済が発展してきたと思うんですね。でそれをどうやってその民間だから実際の担い手側 がその主導に なるかっていういうことで質問してると思うんですけど、やっぱり強制が何ですか、受け皿にはならないんですよね。結局受け皿になるのは社会的経済組織なんですね。なので実際にまあ、バックアップ支えは、まあ、行政からの制度によってできるんですが、実際に行うっていうのはやっぱり社会経済組織がしないといけない。でこれをやっぱり行政も分かっている。なので、ソウル市政もそうなんですけども、今一番韓国で話題になっているのはこの2つなんですが、革新っていう言葉と拒否といって、まあ、言えばカバナンスですね。まあ、日本で言ったら共同なんですね。民間共同っていう部分。これは行政が結構力を入れてるんですよ。そのために民間から、まあ、行政職員も採用したりとか、まあ、セクション自体をこのガバナンスのためのセクションを作っていて、まあ、そのための、まあ、プラットフォームを作ったりとか、まあ、例えばそれぞれの地域にそういうプラットフォームのセンターみたいなものを作っていて、そこに民間が互い共同できるようなそういうふうな仕組みを作ったりとか、行政 の、 そういう企画に民間が参加して一緒にやったりとかするんですが、まあ、それにしてもやっぱり重要大事なのは自分たちで実際なネットワークをしないといけない。だから、まあ、言えば共同の経験を重ねないといけないと思うんですね。その意味でさっきクァンジングの話を紹介したと思うんですけども、自分たちで不安定な自分たち の、 例えば事務所とかを安定的に確保するために、それぞれの組織は力が弱いんですが、それぞれが自分たちの1年分の家賃を先払いにして全部これを集めると結構大きな金額になるんですよね。何億ウォンぐらい集めたと思うんですけども、だからこのお金でこれを担保にして銀行からとか、ソウル市もこういうふうに集まるとまた定理で融資をしてあげるっていう仕組みがあるんですね。まあ、それを利用して一つのビールを買って、そうすると安定的なそういう事務所を構えることができるんですよね。そして一緒にいることによって、例えば協力というか事業 の、 共同がしやすくなる、で会議もしやすくなるというふうなメリットももちろんあるんですね。でそれぞれが持っているメリットを活用してちょっと大きなプロジェクトに参加したりとか、大きな課題を解決したりとか、まあ、そういうふうな経験がやっぱり重なる、まあ、最初はまあちょっと失敗というか課題もあるんですが、これを重ねることによって自分たち の、 力量というかエンパワーメントになるんですね。そしてもう一つはやっぱり内部の取引をすごく進めています。だからそれぞれが提供しているサービスはサービスやそういうものを互い買ってくれるんですね。それでそこで発生した利益の 10% はやっぱりネットワークに出さないといけないんですね。それでこのネットワークはこれをまた基金にして自分たちの事業展開とかこのネットワークの運営費とかにまた使ってるんです。まあ、それによってまた新規 の、 経済組織をまた会員として入れたりとか、まあ、そういうふうな仕組みを取っていることによってだんだん結構ネットワークが大きくなったり強くなっているということなんですね。まあ、これが、まあ、言えば社会的経済組織が自分たちで主導していくっていうことじゃないかというふうに私は思っています。飯島さん、はい、今のってその
ネットワークのことですけど、レアスとかシェスみたいなのがあるってこと？あ、ちょっと解説すると、レアスっていうのはスペイン全国のネットワークですね。で、それとは別にシェス、XES っていうのがカタルーニャにあって、あのリスコさん、あのクロードさんの場合はスペインに何度もいらっしゃるっていうので、そのスペインの状況が詳しい。で、スペインの場合、その、連帯経済の活動家のネットワークが中心で、でむしろ行政のサポートは伝統的にほとんどない状況だったので、そのあたりの観点から比較ちょっと質問してるんですけれども、韓国でもあのこの活動家たち、まあ、社会的経済分野で関わっている、まあ、NPO とか、まあ、そういうふうなあの活動家たちの全国ネットワークがもちろんあります。で、あのそこからちょっと仕掛けて、あの行政とやっぱりあのいろんな議論をしたりとか、あの政策を提言したりとか、そういうふうなパートをしてこのネットワークを活用しているんですが、でもやっぱり全国ネットワークっていうことは、あの実際にあの何か取り組んでいるよりは、あのさっき説明したように、あのそれぞれ の, あの地域別にまた社会的経済ネットワークがあの作られてるんですね。でもちろんうまくやっている地域もあるんですが、形式的にネットワークをやっている地域ももちろんあります。で、あの紹介したようにクァンジングが あの、ある意味で先進的なモデルになっているんですが、まあ、そういうクァンジングの社会的経済ネットワークは先ほど言ったように内部の取引で自分たちのネットワークをもっと強くしていったり、新規の、まあ、社会経済組織を応援したりとか、そういうふうなところにこの基金を使ったりとか、そういう分野別にまた社会経済ネットワークの中でまた分野別にまたネットワークをまた作るんですよ。例えば教育分野のネットワークとか、ケア分野のネットワークとか、まあ、住宅分野のネットワークとか、そういうふうな分野別またネットワークを作っていって、そういうネットワークが実際に事業一緒に事業することによってもっと強くなる。でまたネットワーク別にまたネットワークしたりとか、まあ、そういうふうなことで、まあ、いろんなあの地域の中でいろんな分野で重なっていって、言えば全体を持ち上げていくというふうな形でやっているんです。それはクァンジング、うん、漢字で書くと、あの広島の広に三重県の津の津ですね、書いてあるやつですね、はい。全国ではまだそこまでは行ってないって。そうですね、やっぱりまだ歴史が短いなので、またさっきほど説明したように、制度化するのは市民の力で、市民運動の力で制度化はしたんですが、一旦制度化することによってまた制度化になっちゃうと、この後は行政が主導することになるんですね。行政が主導することになると、やっぱり何ですか、担い手不足とか、やっぱり決死的な組織になるっていう、それのまた反省が行うことによって、じゃあ自らそういう問題を解決していこうとか、行政とやっぱり協力していくっていうふうな、また動きが出てくるわけなんですね。まあ、これが2000年から始まってまだ20年も経ってない、まあ、その中で、まあ、こういうふうなパターンになっていて、すごく速い速度で言えば、という地域別にこういうネットワークを自ら作って、こういう何ですかね、モデルになっているということを考えると、そうですね、これからもっとそういうふうないいモデルが出てくるんじゃないかというふうに思っています。ちなみに今のその全国のネットワークって何か名前があるんですか？そうですね、社会的すいません、なんかピンとこないんですけど日本語には難しいしづらい。さあ、直近で社会的経済
ちょっと今なんか、検索してあるようですけれども。日本語じゃないと私わかんないけど。はい、後でも大丈夫です。はい、すいません。韓国共同社会経済連帯会議です。韓国共同社、ちょっと長いですね。韓国共同共同社会経済連帯会議。社会連帯会議。なんか 僕も韓国にいろんなネットワークがある話は、結構前から聞いてたんですが、なんかそれが、なかなかその一番多様的な、はい、ネットワークですね。社会的経済の全国ネットワークは、はい、まあ、地域別にもやっぱり社会経済支援センターがあるので、まあ、それのネットワークもまた別にあるんですが、まあ、活動家のネットワークでいうと、いえば団体レベル の, 代表的なそういうネットワークでいうと、韓国共同社会経済連帯会議というものです。経済が抜けてる。だからこの2つの団体が一つになったんですけども、共同運動をやっているネットワークと、共同組合運動をやっているネットワークと、社会的企業 の, やっているネットワークが一つになって作ったのが韓国共同社会経済、韓国共同社会経済連帯会議です。はい、なんかですね、名前、今ネットで検索したらまた名前が変わってて、現在今はなんか韓国社会、韓国社会的経済連帯会議になってますね。あ、そうですね、はい、今は韓国社会的経済連帯会議になりました。URL はこちらですね、ksenet.org。 そうですね、ksenet.org です。サイト自体は韓国語だけなので、ネットで日韓の、翻訳サイトとかたくさんありますから、それを使ってちょっと、後でゆっくり皆さん、ご覧になっていただければと思いますけれども。わかりました。僕の方からはそうです、そうですね、韓国、これは日本もそうなんですけど、その社会的経済の取り組みの中で、もっと重要視 したいのが、その医療生協とか高齢者生協ですね。というのは、こちらスペインではそれに相当する事例がないんですよ。あ、でだから例えば韓国だったら、漢方って言ってもチャイニーズじゃなくコリアンの意味 のコリアンメディシンの意味ですけれども、その、クリニックとかが共同組合で韓国では結構運営されてたりするんですね。で例えばそういう事例について、バルセロナ で紹介してもらう とすごく、面白いと思うので、ちょっとそういう、そういう方ももちろん日本にも、日本の、高齢者共同組合も医療組合、そういった、まあ、スペインにない事例をなんか紹介してもらいたいなっていうのがスペイン在住者としての、コメントですね。それと、個人的にはまあその、まあ、スペインというといつもモンドラゴンの話になるんですが、なるのはなんか半分苦々しいところがあるんですね。というのはモンドラゴンは確かにすごく大きいですけれども、ある意味例えば日本でいうところの財閥とか、韓国でいうところのチェボルみたいな存在で、本当に連帯経済なのかっていうところでは時々、正直なところクエスチョンマークがつくところもあるんですよ。で最近で今作っているドキュメンタリーでとかでも紹介してるんですけど、カタルーニャがその バスクと違って面白い理由は、小さな事例がたくさんあって、それぞれの団体が自立を保ちながらも必要な時には協力していくっていう。だから簡単に言うと、日本風に言うなら、バスクは例えばそのトヨタ型
のトヨタという大きな企業があって、その下のでなんか 縦社会ができているのに対し、カタルーニャは例えば東大阪とか、あの東京だったら 大田区みたいなの、町工場の横の連携みたいな世界なわけですね。だからまあちょっと個人的にはまあも、まあ確かにその、モンドラゴンについては韓国語や日本語でも情報が豊富だから、確かにそこら辺の情報を取りたがるのは分かりますけども、もうそれ以外のスペインにも目を向けてほしいなっていうのがあるのと、あとはやはりその、社会的経済、スペインの社会的経済と比べるとNPO が韓国では特にその、まあ、今のところその、社会的経済の一員として見なされていないっていうのが大きな違いかなと思うんですね、うん、というのは、まあ、これはやはりその韓国 と、スペインとの間の社会的経済 の、 その、理念的な概念的な、違いから生まれていると思うんですが、韓国の場合はまずその1997年 の、 あの経済危機があって、これにどうやって対処したらいいかっていうところから、あ、社会的企業だ、あ、マウル企業だというようなんで、その事例がいろいろ出てきて、それをとりあえず集めた形になっているのと僕は理解するのに対し、スペイン、まあ、もっと言えばフランスですね、フランスとかの場合はもともと非資本主義的な経済っていうので 理論があって、それで共同組合とか NPO とか財団とか、あるいは共済組合、そういったのを集めてきたっていう、歴史がの違いがあるように思うんですが、いずれにしろその韓国においてその社会的経済と NPO あるいは市民団体とも韓国では言うと思いますけど、それの関係がどんな感じなのかなっていうのをちょっと、個人的に、あるいはだから将来的には社会的経済に NPO も入れていくのかどうかっていう点についてどう考えでしょうか。そうですね、やっぱりあの、まあ、ヨーロッパとかはやっぱり第三セクター自体がまあ社会経済組織になっていると思うんですけども、あの韓国ではやっぱりあの市民運動っていうあの民主化運動っていう部分がやっぱり大きい、あの市民やっぱ NPO とかもやっぱりそういう民主化運動の流れっていうか、まあ、そういうふうな運動体としてのあのやっぱり、概念が強かったんですね。なので、うん、あの資本に対しての反資本運動よりはあの政治とか民主化に対し の、 あの運動っていうのが、まあ、韓国の、まあ、そういう市民運動の流れというか、まあ、NPO の、 あの伝統ではないかというふうに思っています。なのであの経済危機から生まれて、この経済危機の問題を解決するために生まれたあの組織として、先ほど説明したように、まあ、広田さんもまあ、紹介したようにこういう社会的経済組織があの出てきたと思うんですが、でももちろん、まあ、それがあのやっぱり NPO とかやっぱり運動の経験がある人たちが実は、まあ、そういうふうな組織を作ったりとか、まあ、そういうところにやっぱり移してやっているので、あ、 NPO と完全に関係ないということではないと思いますね。やっぱりそういう運動の経験を持っている人たちがあのそういうような社会的経済組織を作っていてやった。ただあのやっぱり行政の制度化によってあのこういう社会経済組織があの拡大するとか量的に増えたので、その意味であのそういう補助金がもらえるかどうかによって NPO か逆に社会経済組織かというあの分けになっていることではないかというふうに思います。ただ街づくり運動とかあのそういうあの言えば今区分しているのはあのそういうことなんですね。例えばあのかん、まあ、街づくりとかそういう地域再生とか、まあ、そういうところに NPO が結構関わっているんですね。でそこからあのこれを運動じゃなくてやっぱりある意味で経済的な概念を入れたあのサービスを提供したりとか、まあ、そういうふうなところに行くと、これはあの NPO からあの協同組合とかそういうふうなあ形で発展していく。で、この組織の基盤になるのは言えば NPO っていうこととして理解した方がいいかなと思います。だから NPO とかそういう、まあ、小さな
まあ、組織がたくさんあって、そこから日常的なサービスを提供したりとか、そういう経済的な活動をする社会経済組織として、まあ、進展していく、発展していくっていう形で考えてもいいんじゃないかと思いますね。まあ、関係、とりあえず全く関係はなく、関係はそれなりにあるけれどもという感じですね。いわばだからNPO が基礎的にあって、この NPO の中でいわば社会経済組織が生まれていくという感じでいいかなと思います。だから市民が最初にいきなり社会的経済組織として発展、まあ言えば出てくるんじゃなくて、まちづくりとか、まあ言えば地域のいろんな参加をして、まあ、NPO を作ったりするんですね。で、この NPO を作ったりとか、まあ、そういう市民参加をした経験を持っている人たちが社会的経済組織を作ったり、社会的経済組織に参加していくような感じ。なるほどですね。まあ他何か、もうかなり、日本も、夜遅くなっていると思うので、今日、今晩のうちにこれだけは聞いておきたいというなんか質問、他にどなたかありますか？特に質問ないですか？でしたら、今日、今日の講演は、こちらで終わり、これは終わりたいと思います。菅念夫さん、ありがとうございました。で、あとちょっと今から、ちょっと僕の方いろいろ自己紹介、今後の予定とか説明しますけれども。今日はありがとうございました。もし何か質問がありました。